鈴木さん注目されているのはアメリカ国務省プライス報道官のこの発言だということで、はい、ワクチン供与について4月21日の発言です。ワクチン供与についてアメリカはカナダ、メキシコとクアッドとは協議をしていると。で韓国についてはどうだという質問に対して韓国など他の国との外交的なやり取りは明かせない。これどういう意味ですか。はい、これは質問をしたのがですね、はい、韓国の中央日報の記者で、なるほど。で韓国とアメリカは韓国はアメリカに対して ワクチンスワップというものを提案していると。スワップってだって要はあのくれっていうのをかっこつけて言ってるだけなんです。韓国から何が出せるからスワップなんですか。あいつか返すからって話です。すいません、どうぞ。でもそれはね、日本に対する通貨スワップも同じで、はいはい、副総理で麻生さんが怒ったのはですね、うん、はい、韓国は日本に対して通貨スワップやってもいいぞって言ってきて、ほう、で麻生さんがさすがに怒って、うん、日本はお前にドルなんか借りる立場じゃないって言ったけど、うん、はい、同じで、なるほど、韓国は困った時は相手に恩着せがましくスワップやってやろうかって言われるんですね、うんうんうん、で今もあの通貨スワップじゃない、ワクチンスワップやってくれと持ちかけてて、で記者会見でその自分の国のそういうワクチンスワップって本当かなと疑った中央の一報の記者が何回も聞いてるわけです、はい、でプライス報道官が切れてですね、うん、まずいちいち個別のことは言わないと、うん、だけど話してるのはカナダ、メキシコとクアッドだけだからだと、うん、まあ、はっきり言えば韓国を後回しにするよって言ったわけですね。そういうことですよね、それその韓国の中央日報の記者にしてみたら、我が国はアメリカに対してワクチンスワップを提案してるんだけどオタクの反応はどうなんだっていうふうにしつこく何回も聞いたということですね、それに対してそのプライス報道官にしてみたら、国務省にしてみたら、相手にしないんだから黙っていろよって、こういう意味ですよね。そういうことですね。でもっと言えば、はい、反米親中やってる国になんで俺がやらなきゃいけないんだってことをね、はい、クワッドという単語で言ったわけですね、うん、で非常にここで韓国でもですね、うん、あの冷や水を浴びせかけられたわけで、はいはい、だから冒頭ちょっと言いましたけれども、はい、日本政府も韓国政府も、うん、韓国と文在寅政権を分けて考えてる、うん、両国とも日米とも韓国との同盟は大事だと思ってる、はい、だけど文在寅政権はもうダメだと、これは、うん、もうこっちは戻ってこないんだと、うん、そうしたら韓国人に対して、うん、来年3月の大統領選挙で、はい、反米反日政権選んだら大変なことになるぞと、うん、はい、でそれを具体的に言ったのがワクチンもやらねえからなって話ですよね。なるほど。これ韓国って鈴木さんからご覧になると、まあ、このワクチンスワップなるもうすみません初めて聞いたんですけれども、そういう奇策というか困っているんだけれども交換だよっていう、なんかあんまりこう人間関係に通用しないようなルールを持って相手に対してこう提供申し出るみたいな、ここまでやるほどね、韓国政府がワクチン獲得に向けて、まあ、地道を上げているとすればですよ、韓国全体としても政治に対してどうやってワクチンを どこから獲得するのかという関心が非常に今高くなっているから政治が答えている、こういうことでよろしいですか。非常に高いです。非常に高い、つまり韓国政府はですね、文在寅政権はワクチン、貿易でうまくやったって言い過ぎたんです。ほう、貿易でうまくやったっ、うんうん、はいはい、でそれが裏面出てですね、うん、うまくやってないじゃないかと、はい、ワクチン失敗したじゃないか、はい、それでに、まあ、それに私日本人の読者としてですね、はい、韓国の新聞によって日本だって決してねうまくやってると言えないけどなと思うと、うん、まあね、ちゃんと日本が出てくるんですよ。どういう意味で出てくるんですか。面白い出方で、はあ、日本も貿易特にワクチンはうまくやったとは言えないが、うん、まだ菅は偉い、なぜ威張ってないからだごめんなさい、それ文大統領が威張ってるって意味。そう、文在寅はね威張ってて失敗したと、はい、菅は威張ってないから失敗してもいいんだって変な理屈なんです。それってなんというかクオリティペーパーの論調ですよね、ちゃんとした普通の新聞。まあこれ日本も含めて韓国にクオリティペーパーがあるかどうかは別の問題ですけどね。はいはいはい、はい、でさらにですね、はい、菅さんが内定を鼓舞ような言論空間を発見しましてね、はいはい、菅さんがアメリカ行った際に、うん、そのファイザーのワクチンもらってきたことになってるんです。あ、そうですね、CEO と直接電話してっていう話になってます。日本ではね、はい、分量も期限も分かんないんじゃないかと、はい、かなり批判が相次いなんだけど、うん、韓国はの保守の方はですね、閉、うん、めたと思ってですね、うん、菅はよくやったのになんだっていう論調になってるわけです。ほう、それでその、はい、記事はともかく読者の書き込みを読むとですね、はいはい、隣の国の菅はよくやったのに我が文在寅はね、うんうん、
バイデンと話もできないっていうのがわーっと出たわけです、はい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 、だから多分菅さんのワクチン政策を世界で唯一褒めてるですね、現実空間は韓国だと頑張ってるぞとそれはで一方じゃあその文大統領がワクチンを集められない獲得できないということに対してじゃあそれを野党、まあ、保守党はね激しく批判するというところでじゃあ来年の大統領選挙とかってのそこにこうなんというか活路を見出そうとしている、ええ、もっと露骨なのはですね、はい、パククネ政権の末期に首相をやったファン・ギョアンという人がいるんです、はい、検察上がりでですね、はい、で首相をやってるからで最後パククネ政権が、はい、パククネさんが弾劾を受けて、うん、罷免された時に、うん、大統領代行をやってる人ですね、うん、この人が保守党の方の、まあ、重責にいたわけ。なるほど。この人が最近アメリカに行ってですね、はい、カート・キャンベル氏と会って、はいはい、アジア担当じゃないですか、はいはい、それでワクチン供給を頼んだんです、うん、韓国にワクチンくれって言ってですね、はい、まあいいですよ、うん、それでせめてね、うん、補修系の首長がいる自治体だけにくれって言ったんです、うん、それはちょっとひどくないですか。いやそれでアメリカがうんとは言わないと思いますよ。そもそもそのワクチンの供給って国単位ですから、はい、そうですよね。でもそれをですねわざわざアメリカで行って、はい、で発表して、うん、私はこう言いましたと、はい、いうことによって、はい、韓国は左翼がやってるからワクチンもらえないんだよねっていう PR になるじゃないですか。それはごめんなさい、保守党、韓国の保守党の政治家ファン・ギョンさんにしてみたらムン・ジェインがいるからアメリカからファイザーはワクチン来ないんだよというアピールになるのかアメリカ側にしてみたらこれどっちがそのやり取り あのリークしたかにもよるんですけれどもアメリカ側にしてみたらそういう形があるんだよということで韓国の政権交代をアメリカも望んでいるんだよというシグナルの発信なのかアメリカの思惑なのか韓国の思惑なのかどっちなんですか。これはあうんの呼吸でですねアメリカの政権と韓国の保守がするんだと、はいはいうん、だってさっきのフリップにあったみたいに、はいはいこのプライス報道官の発言はね、はい、これは異常ですよ、うん、特定国指してお前は反米親中だから、うん、あのワクチン後回しだって言ったのこれちょっとね驚きました。なるほど。で、まあ、韓国の保守にしてみれば締めたってもんですよね。ははじゃあこういう発言も踏まえた上で保守の政治家はアメリカに行きキャンベルに対してじゃあちょっと頑張るからとでそのあの保守系の人が知事を占めているないしはその首長をやっている自治体にだけワクチンくれるというふうに言ってくれれば次の大統領選挙をなんとか俺たち政権奪還するからとこういう意味ですか。その通りです。それってでもちょなんて言ったらいいんですか薬とかワクチンとか、ねまあ、人道的なものをね政権交代のレバレッジに使うっていうのは僕らの感覚で言うとちょっとそれ政治としてエグすぎるよねって思うんですけれども韓国においてはそのぐらいのものは当たり前なんですかね。まあ、韓国は政争は厳しいですからね。厳しいとかそういう何回もここでそりましたって話なんだけど、はい日本の政治家なんて民主党政権があれだけめちゃくちゃやっといてですね、はいはい、まだ赤じゅうたんの上歩いてるじゃないですか、うん、時々ここにも呼んでもらって、はい、もちろんお迎えします。韓国だったらみんな老いやですよね。ですから、はい、もう死に物売りなんです。負けた方は全部ウィナーテイクソールですからね。なるほどなるほど。だから私もねこの発言を言った時はおっと驚いたんですけども、うんうん、やっぱちゃんと見出しまで取ってますからね。なるほどね。